では早速授業を始めていきますが、まずは日直のまなちゃん、号令お願いします。はい、起立。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうこそお越しくださいました。先生の名前は勉強していきたいと思います。では日直のまなちゃん、はい、前に出てきてください。はい、今日は野菜学級ということでみんなで野菜のことを勉強していくんですが、まなちゃん夏休みだけども宿題はもう終わったかな？まだ自由研究がちょっとまだちょっと残ってる。他の宿題は終わりました。あ、偉いですね。じゃあ今日は野菜のことを一緒に勉強するので、その勉強を自由研究に参考に生かしてくださいね。ちなみにまなちゃんはどんなお野菜が好きですか？トマトときゅうりが好きです。お、夏野菜、はい、ねえ、今一番おいしい季節ですから、みんなも季節のお野菜をねおいしく食べるっていうのはいいですよね。さあこれからですね、みんなと勉強していくにあたって、8月31日が何の日かを考えてもらいたいと思います。8月31日みんな何の日かわかるかな？あ、いっぱい手上がりました。まなちゃんも上がりました。じゃあまなちゃん何でしょうか？はい、野菜の日です。正解です。野菜の日ですね。このまま831野菜と読めるので、8月31日は野菜の日です。みんなで美味しく野菜を食べましょうという日ですね。したいと思います。2人の1日の野菜量はじゃーん。さあ何グラムでしょうか？まずあやおちゃん205グラム。惜しい惜しい。これもうちょっとご飯の時に、そしたらあと一口二口野菜を取ると1日分バッチリですね。はい、そしてまなちゃんは230g。 惜しい。まなちゃんもあと一口ね野菜を取りましょうね。そして高島先生はどうでしょうか？大人は 350g です。じゃん、あれあれ高島先生、え、160g。 半分ですね。先生はそしたらこの倍よりもっと、もうちょっと、もっとたくさん取らなくてはいけません、はい、結構ねたくさん乗せてもらいましたけれども、意外に野菜の量はね1日分なかなかいかないです ね。はい、ありがとうございます。じゃあ3人にお願いします。ありがとうございます。かごみ野菜生活おいしいですよ。